交差信号を無視して次々と横断していく自転車に、こちらの自転車は信号を守って横断しているが、手に持った本を読みながら走っている。自転車のマナーが目に余ります。信号でね、変わり目の時は私は待つんだけど、それを無理してね、通るぞ。それはね、ギリギリのところ通るんですよ。注意を払って感覚は危ないからね。さらに赤信号にもかかわらず交差点南側から走ってくる男性、交差点の真ん中を通って歩道にたどり着くと平然と歩き始めた。急いでいるのかいないのか。こうした危険な行為が目撃されたのは広島市南区の東雲本町交差点。緩いカーブを描く国道2号に段原方面へとつながる肘山東雲線、そして一方通行の市道が交わっている。かつてこの交差点は右折車と直進車が接触する事故、いわゆる右直事故が多く発生。その要因の一つとして考えられるのが、結構前方がカーブしていて中央分離帯に街路樹やガードレールもあって対向車確認しづらいですね。こちらの車は対向車の合間を見て右折しようとするがブレーキ。曲がり始めた時間まで遡るとちょうど対向車が街路樹の影になったタイミングだ。現在中央分離帯の街路樹が以前より本数は減っているものの、植え込みなどによって対向車が見えづらいままの状態が続いているにもかかわらず右直事故は減少しているという。その理由について広島南警察署交通第二課の藤田課長は、今は大きな交差点として改良されて信号のサイクルも変わってます。右折矢印で安全に右折される方が増えたようなので、車の右折と直進、これの事故は若干減る傾向にあります。今回の取材でも矢印信号に切り替わってから危なげなく交差点を右折する車が数多く見られた。そんな東雲本町交差点では右直事故が多かった2013年をピークに人身事故の件数が減ってきていたが、ここ数年増加傾向にあり、一昨年は県内ワーストの8件、去年は県内ワースト2の7件。最近増えているのは自転車が巻き込まれる事故だという。それだけたくさんの方が実際に怪我をされているということで、とても残念に思っています。自転車とそれから四輪車の接触事故、多くの形態は側面の衝突、つまり横断中の自転車に、車両の前面が衝突する形となっています。去年発生した7件中6件が車と自転車によるもの。右折車と横断中の自転車の事故が発生した交差点北側を観察すると、横断歩道を渡る多くの自転車が交差点北東の細い市道を通ってきていた。中には市道から飛び出しそのまま信号を無視して横断する人も。去年この細い市道から出てきた自転車が横断歩道で車と事故に遭っているため注意が必要だ。危険は他にも。歩道の信号あるんですけど、はい、あっちの信号と連動してないんですよ。それをすごく嫌がって信号無視するのが多いですよね。交差点北東の市道にかかる横断歩道で頻繁に目撃されたのは信号無視。30分間のうちに
横断歩道を通過した自転車は39台、そのうち歩行者信号が赤の時に通過したのは14台、実におよそ4割が信号を無視していた。この横断歩道の長さはおよそ5メートルと短い上、歩行者信号は交差点北側が青の時に赤と連動していないため、待ちきれずに横断してしまうのだと考えられる。信号長いのにここの間だけ待つっていうのも確かにちょっと面倒くさいから行ってしまう気持ちもわからなくはないですけど、まあ、実際たまにここ通る車もいるんで、まあ、危ないっちゃ危ないですよね。また自転車は原則として車道の左側通行。この交差点に自転車横断帯はないが、横断する際に車道の右側を走行する行為は通行区分違反に問われることもあるため注意してほしい。交差点付近で速度を落としていただくとともに、それから止まってくれていたとしても四輪車の運転手さんの視線、これを確認していただいて、お互いが安全を確保して、衝突しないように通行していただくようにお願いしたいと思います。事故は東雲本町交差点の東側でも発生しており、去年は左折する車と横断中の自転車の接触事故が4件も起きている。北側と同様に信号を無視する自転車や歩行者も。狭い市道から飛び出してきたこちらの自転車、信号を無視して渡ろうとするが、左折中の黒い車は交差点の見通しがいいこともあってかしっかり反応できていた。ではなぜ事故が相次いだのか。実際にドライバーさんは安全確認はされているんですけれども、交差点が大きいので安全を確認している間に反対から来た自転車はこれを見落とされています。その際におっしゃっていたのは自転車が思ったより速いんだと、なので、気がつかなかったよと。交差点東側では他にも左折時に前行する車が横断中の人を待つために停止していたが、その横を来ないだろうと思って進んだところ、車の陰から飛び出してきた自転車と接触するケースが実際に発生しているという。左折してみると、左折の時、横に並ばれると視界が一部見えませんね。藤田課長はこの交差点は見通しが良く安全そうだ、大丈夫だろうというドライバーの油断が事故を招いてしまうと話す。一度安全確認しただけでもあっという間に自転車が接近してきますので注意をしてください。前に止まっている車両がいる場合、必ずその横で一時停止をして安全確認をして、それから、安全が確認できたら進行するようにしていただきたいと思っています。広島南警察署は車のドライバーに対して横断者が優先という運転意識を徹底させるとともに、交通ルールを守らない自転車への警告など啓発に努めていくとしている。